比較して違うところを色分けで視覚化すると管理が楽だ。57577の31文字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。必要なデータが壊れた、パソコンが壊れてデータを読み出せない、そんな困ったことにならないよう大事なデータはバックアップしておく必要があります。ただバックアップ用のフォルダーが複数あると、そのフォルダーの違いがわからなくなってしまいます。そこで役に立つのがフォルダーシンク2というアプリです。フォルダーの内容を比べて相違点をわかりやすく色分け表示してくれるんです。また比較後はフォルダーを自動的に同期させることもできるのが便利なんですよ。もちろん新しく追加されたり更新削除された項目だけを差分コピーすることもできますので、時間節約にもつながりますよ。今回の単価は画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室単価部でした。